はい、ですね、半負けの本家の、半馬陽先生です。私はね、だいぶ昔にですね、もう若い時にね、村長をやったことがあるんです。1年間なんですけどね。まあ理由はともかくね、新潟県西蒲原郡弥彦村のね村長を1年間やってたんです。でまあいろいろ理由があるんで、そのことについてはねちょっとまあ置いておきまして、今ね弥彦村の今の村長にですね、私の駐車場でね、ちょっと私が65歳から年金もらうまであと5年あるんで、資金不足ということで、その役所に貸している駐車場の土地をね500万で買っていただけないかということで今お願いしてるんですよ。で、私が村長やってたところなので、の村長にね、今の村長にお願いしてるんだけど、10年契約に去年ね、契約を変えまして、1年ずつの契約だったんですけどね、駐車場の貸し賃のね契約ね、10年になったんで、であと、次の契約、まあ9年ぐらいあるわけですけどね、次の契約までね、今はそのもし500万でね買っていただけなかったらということで、まあ一応もう地価がね非常に上がってきましてね、で駐車場1台7坪単位で5000円取らないといけないんだけれども、自転車を置いてるね主にね、なんで、5分の1 1台につき駐車場1台につきの面積ですねに自転車を置いてでもねで換算して5分の1ぐらいはね、しないとまずいんじゃないかと、まあ、同じ土地なんだけど本当は5000円取らないといけないんですけどね、月ね1台あたりで、ね、まあとりあえず長い私が村長やってたところなんで、1年間ね、一銭でいいんじゃないかということですね。一斉に負けとくということで、ね、もし500万で買ってくれなかったきつかったら500万で買っていただいた方が得だっていうですね、役所の方でねということですね。まあ手放す理由というのは、私が65まであと5年あるんで収入がちょっと今やばいところなんでね、ね年金を早くもらっちゃうと大変なんで、少なくなりすぎちゃうんでね、ということでお願いしてます。半負けの本家の、それからね、大鳥居は私が建てたんですね、私の資金で。大鳥居ありますでしょ、弥彦大鳥居、それから弥彦競輪場ね、これ私創業者なんですよ。まあそんなことでね、皆様方にちょっとお伝えしておきます。